64。どうもハニチマンはたかまるかまるです。さあポケモンスナップ続きやっていこう。前回は警告をやって、あのポケモンの印という新しいカテゴリーを見つけたんだよな。で今回はそのポケモンの印、あちこちあるステージを全部取っていくわけなんだけど、前回ね、渓谷の他にビーチの方でね、先にポケモンの印を見つけたわけなんだけど、あとこの4つね、影を知っているかなと、影と煙で、さらにジャングルの木、それから光り輝くもの、この4つの印をね、今回は探していきたいと思います。ということで、まずはトンネルだな、間違えた、レポートじゃなくて、コース、トンネルだな。ついでに、まあ、ポケモンの笛とかダッシュエンジンも手に入れたから、それを使ってね、まだ取れてないポケモンとか探しに行こっかな。ウィーズ。いいね、スムーズだね。あ、ここいいね。正面のエレブが取れる。あ、ちょっと待て、待て。あれ？早く、うわどっちみち引かれたな。コクーンもなかなかうまく取れなかったからな。この辺か。お、よし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 。でもまだちょっと遠いんだよな。あ、そうだ、ズバッとよく構えとこう。ズバッとズバッとズバッと。あー、なんか微妙。あ、そうそう、この卵ね、卵をの近くにピカチュウを移動させてからのポケモンの笛。そうするとピカチュウがこうやって電撃を発するから、その電撃を使って卵が孵化する。サンダー、現環境トップのサンダー。よく考えるとすごいよな。初代から登場してるサンダーが2020年、2021年になってですね、評価されるってね、相当な苦労人だと思うんだよ。ということで、サンダーが発電したおかげで、トンネルの中に電気がね、通ったわけなんだけども、これはピカチュウとダグトリオ。で、向こうはポケモンフードを与えたコイル。これヒントになってるんだよね。で、あそこ2体のエレブン。こっち来ねえかな？食べてるところ。食べてるところ、こっち。あー、来てるけど、なんか遅いな。一応取っとくか。で、あと影。これ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 。影。この中からライトが出てね、この岩とかがうまいこと重なって、あのポケモンに見えるんだよな。あ、そうだ、ついでに。レアコイルもしっかりと取っておきたいんだけど。この辺か？あー、ちょっと、向き違う。この辺か。よーし、よしよし。今、いけてるかな？さあ、この辺、よしよし、しっかりとしっかりと。お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これいいんじゃない、これいいんじゃない。あー、ちょっと近すぎるか。よし、じゃあとりあえずコースから出て、印も取ったしね。あくまで印が目的だから。で、あとサンダーで、エレブ、前回はこれなんだけど、一応これ仲間映ってるけどちっちゃいんだよな。で、これは、ちょっと左手が切れちゃったけど、これにしてみるか。コクーン、前回がこれか。ちょっと負けてるな。で、ズバッとは。うわー、ダメか。もうちょっと左だったらな。で、サンダー。これ、電気発生させてるのがいいんだろうけど、ちょっとこれかな。一番大きく映ってるのとなったら。あ、これズバッといいんじゃない？あ、でも大きさばけてるかもしんない。でも一応これにしとこう。で、これがポケモンの印。で、レアコイル。前回がこれだから、これより大きいやつ。で、切れてないやつ。あー、この辺か？これギリ真ん中いけてるよな。ちょっとこれにしてみる？あー、でもこれは、あ、
これ真ん中じゃないな。ここら辺もう切れちゃってるもんな。よし、これでいくか。印とサンダーが新しいやつ。で、他はエレブーとズバットとレアコイル。さあ、大きなチェック。エレブー、まずは940点。ポーズは1000点。お、これ勝ったんじゃない？真ん中映っていて2倍。よーし。で、次はサンダー。一応伝説のポケモンなんだけどな。960点。ポーズは1000点。まあ、そこそこいいんじゃないかな。大きさ1000点目指したかったんだけどな。ズバッと。これはちょっと自信ないな。500点。ポーズは750点。で、真ん中映っていて2倍。まあ、難しいな。レアコイル、これはどうだろう。830点。お！ポーズは1000点。お！勝った？よし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 。でもこれで830点か。もっと大きく映せるってことだよね。でもそれじゃ真ん中になんないんだよな。で、ポケモンの印。おお、これはまさしくわしの探しているポケモンの印じゃな。素晴らしい。よし、これでトンネルの印は終わったな。ポケモンの印が全部それは秘密のコースに行けると。ただいま。じゃあ次は火山。火山も俺場所知ってるんだよな、正直言って。煙って言ってたから、まあ、とりあえずギャロップの稲鳴きを写真撮っといて、ここ、火山の中にイヤイヤボールを入れると、入ってる。お！来たー！何やらポケモンの鳴き声が聞こえたね。あとはちょっとロコン写真撮っとく？ロコン？あ、いや、引かれた。よーしよし。無理にあそこ並べない方がいいか。この辺とか。あー。自動的に離れていっちゃうな。あ、ごめんごめんごめん。あー、ごめんごめん。そういえば新作でポケモンスナップ出るけどさ、アローラノコンって出ないかな。アローラノコンってめちゃくちゃさ、キャラデザ個人的に好きなんだよね。こう離れちゃうんだもんな。真ん中に集まってくんないかな。まあこっちは人影とブーバーのまあ餌取り合戦でしょ。かわいそう、ほんと。まあファイヤーもいいや。ブーバーの喧嘩でうまいこと取れたりしないかな。お、これは？あー、どうだろう。お互いを火吹き合うってのも、やりたかったんだけど。で、ここ、確かイヤイヤボールぶつけると出てくるんだよな。来い。来い。来たー！ウィンディー。で、もう二つ。ガーディー。ぶつけちゃったか？さあ、残り一つ。残り一つ。ガーディー。ちょっとガーディーがな。あんま入んなかったっけ。まあ、とりあえずこの辺で終わりかな。さーて、今回は全部のコースに行くからな。テンポよく行かないと。ギャロップは、まあ、これには勝てないか。で、これポケモンの印だろ。ロコンもまあ、前回はこれなんだけど、ちょっと大きさ的に無理か。ブーバーも大きさ的に無理でしょ。で、新しく出た、ウィンディ。こっちの方がはっきり見えてんな、顔。で、ガーディーがな、一応これ、仲間映ってるけど、ちっちゃいんだよな。仕方ない、これにしとくか。さあ、大きいとチェック。まずはウィンディ。790点、ポーズは700点。あ、取れてない。で、2倍。まあまあまあ、とりあえずはね。で、ガーディー。ガーディーは260点。おお、ギリギリ許容範囲だ。ポーズは、おお、ヒノコじゃ、ヒノコじゃ、1300点。めっちゃはしゃいでんじゃん。ヒノコじゃ、ヒノコじゃって。で、真ん中映っていて2倍。で、さらに仲間が映っていて260点、240点か。よし。で、ポケモンの印と。さあ、次行こう。次はリバーだっけな。ただいま。リバーはね、めちゃくちゃやったからな。とりあえずこの辺とか、
またコイキングとか出ないかな。結局不思議だね。もううまく3匹狙うのは難しいしな。これ無理か。あー、はしゃいでるコイキングがないな。ダッシュエンジンあるのとないの全然違うんだよな。来た。あー、ちょっと離れすぎたな。で、ここなんか霞の向こうって書いてあったんだけど、これを寝てるやつがいるでしょ。それをポケモンの笛で起こすと目覚ますんだよな。で、あとその隠れてたのがこれ、一応印なんだよね。めっちゃはしゃいでるし。あ、踊ってるヤドン、かわいい。よし、とりあえずこれでいいかな。で、どうしよう。パルシェンとか出るといいんだけどな。今向こうなんか飛び出してたけど、なんだろう。イアンセルもな。これってぶつかるよな。これうまくいけば狙えるか。あー、ちょっと近すぎるな。これは無理だな。失礼。コダックもな、キラキラジャンプが難しいのなんのって。さあ、パルシェン来ないかな。あー、シェルダーか。シェルダーもな、一応あの噛みつく瞬間高得点なんだけど、パルシェンは来ないか今回は。あそこでコダックをね沈めとかないとここ出てこないんだよね。まあ今回あくまで、あ、ちょっと待って、あー、ちょっと離れてんな。まあ、今回あくまでポケモンの印だから。ちょ、ここに来るのがパルシェ。待って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 。そっちか。向こうの方で来てほしかったな。戻れないんだよ、これ015。くっそー。あー、熱っ。よし。じゃあ。あー、間違えた。ラフレシアね。ラフレシアもなかなか大きく取れなかったからな。とりあえずこれにしとくか。で、ポケモンの印でしょ。で、ヤドン。結構大きく映ったやつあったよな。これか。前回がこれだから。これちょっと足切れちゃってる気がすんだよな。これかな？一応踊ってるんだけど、これ。パルシェン1枚。大きさ的にはちょっと微妙。ちょっと、これにしてみる？うまくいけばね、パルシェンが3体ぐらい映ってるのを写真撮れるんだけど。これも運だからな。さあ、まずはラフレシア460点。ポーズはポケモンの踊りがいいの1000点じゃな。踊ってるように見えんのか、これで。で、これ真ん中に映っていて2倍。とりあえずだね。で、ヤドン、これはどうだ。大きさ1000点、ポーズは1000点。あ、全く同じ、全く同じだな。踊ってきても変わんないんだな。さあ、次パルシェン、これは690点。大きさ分かってる。ポーズは750点。あー、斜めだからな。で、真ん中に映っていて2倍。あー、これは惜しいな。さあ、これはポケモンの印。素晴らしい。よーし。さてと、あとは洞窟だけか。ただいま。よし、洞窟行こう。ここもそういえばさ、ルージュラばっかり気を取られてたけどさ、なんか卵みたいなのあったよな。このズバットとかうまく取れないかな。あ、そうだ。ベトベトン。うまくいけば正面向かせたいんだけど。とりあえず早めに進化させて。こっち向いてくれ、ベトベトン。あー、逆ー。笛やっても向かないんだよな。あ、そうだ、ドガース。にっこり笑ってるドガースも見たいんだよな。ポケモンの笛だったら、あ、やっぱりなんかリアクションしてくれる。書きとくか。ちょっとプリンが邪魔なんだよな。お、いいね、プリン邪魔。あー、もうまったく、プリン邪魔だな。
これは入んないか。うつ丼。あ、そうだ。ポケモンの印。そう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 。これね。先にも見せちゃったやつね。で、あとは、あそこ。そうだ、ついでにこのピカチュウも、助けとくか。これって確かね、後々すごいことが起きるんだよね。じゃあ、というわけで、ルージュラーを、覚醒させて、さあ、来るぞ。フリーザこの時もなぁ。あ、そうだ、ルージュラもちゃんと写真撮ってあげればよかったな。これって確かあった気がするんだよね。あのフリーザーがね、困ってると、戻ってくんだよね。で、確か、そのフリーザーの上を、ピカチュウが、乗る。で、こっち来る。てか、この時のピカチュウってめっちゃ、得点高いんじゃなかったっけ？ちょっととんどん難しいんだけど。こっちこっち、こっちこっち。よし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 。あー、上行っちゃうか。まあ、とりあえずこれで終わりかな。まあ、印は取ったから。あと、フリーザー。さーて、何枚だ ?29 枚。まあ、ズバッとは無理だろ。ベトベトも無理だったから。ドガースがなー。ピチューが、ピチューじゃないよ。なんでピチューっつった？プリンが邪魔なんだよな。せっかく笑ってんのに、ドガース。で、印。で、フリーザーが15枚取れたんだけど、どの辺がいいかな？これか？しっかりと映ってる。で、ピカチュウが4枚。これちょっとちっちゃいんだよな。仕方ない。これにしとくか。よし。じゃあ、まずは、ピカチュウ。おお、これは空飛ぶピカチュウじゃないか。前に見せた風船ピカチュウとは違うの。あれも一応空飛ぶピカチュウなんだけど。これだけで2000点の価値はあるぞ。高いんだよな。ピカチュウの中ではこのスペシャルの2000点が一番高いんだよね、確か。大きさ、まあ、200点。難しいんだよ。大きいのお前が取ってこいよ。さあ、フリーザーは1000点。ポーズは1000点。ああ。一応、ノーマルの最高点数まではいったけど、確かポーズで高いやつなかったかな。美しいのをつって。で、それから、ポケモンの印。これで全部の印を集めたってことだな。さーて、大木戸が何か話があるみたいだけど、ただいま。高松、ついにポケモンの印の写真が全て揃ったぞ。おー。この6枚の写真を見ていて気づいたのじゃが、これらすべてポケモンアイランドから見えるポケモンの星座んじゃよ。これが謎の鍵だったんじゃ。高松よ、すべての謎は解けたぞ。空じゃ。あの空に浮かんでいる虹色の雲が秘密のコースだったんじゃ。何言ってか全然わかんない。ポケモンの印を作った何者かがあの雲の上にいるに違いない。え？明らかにビーチのキングラーのあの印なんか人間が作ったような感じだったんだけどな。新たに虹色の雲に行けるようにしておいたぞ。仕事が早い。すげえな。いよいよポケモンアイランドの調査もクライマックスじゃ。頑張ってくれ、高松。そうなんだよな。これで終わっちゃうんだよな。次の虹の雲だっけ？確かこれだよな。さて、他の印見てみよう。まずはトンネルで見つけた影。なんと、サンダーの電撃で発電機を動かすとは賢いの。この影はまるでカイロスのようじゃな。カイロス影と呼ぼう。さあ、次は火山の、これ。いやいやボールをぶつけたな。わははは。この煙、なんとなくドガースに似ているようじゃし、ドガース煙と呼ぼう。まんまなんだよな、すべてが。気が霞んで見えたのはラフレシアの花粉のせいだったようじゃな。
うん、カラカラのように見える気もするの。カラカラの木と呼ぶことにしよう。なんか枯れてる木みたいに見えんな。枯れてる木じゃん、まあ、カラカラの木って。光り輝くもの、写真を見るまで気づかなかったが、わしにはミュウツーに見えるぞ。ミュウツー座という星座のかもしれんな。なんかこれだけなんか神秘的なんだよな。まあ一応ね、キングライワといい、ダグトリオ山といい、一応印は全部揃ったんだよな。で、ポケモンのレポートの方は、まあこんな感じで、結構いろんな途切れ途切れなんだよね。さあ、あと、あ、そのベストショットって何だったっけ？ああ、プリンね。6310点。結構高いな。どうしよう。来た。これが最後のステージに、秘密のコースの虹の雲。これはちょっと時間に回すとして、ちょっとビーチのさ、切り株ピカチュウ、あれの電撃バージョンをちょっと写真に撮りたいんだよな。あ、そうだ、カビゴン。かわいい。かわいいな、カビゴン。はっきり言って、2回目の歌の方が、2回目の歌っつうか、踊りの方が好きだな。で、切り株価値を出すには、ここのストライクを出さなきゃいけないんだよな。ストライク。ストライク、来たー。お、近い、近い。でも横か。まあ、いっか。で、ちょっとこれで、スピードを遅くして、あ、来た。ポーズ的にはこっちか、こっちか。あ、いい感じ。あ、そうだ。次、ガルーラも踊ってる写真撮りたいな。ちなみにここは、ストライクは出るか？出ないね。よくわかんないな、ほんと判定が。で、早めに、ガルーラをこっちに向かしたいんだけど、届くか？来た！さあ踊って。すげえ迫力。なんだその踊りは。よし、他にはいっか。あ、そうだ、踊ってるニアース。まあこんなもんかな。さあバタフリー、これいい写真なんじゃない。で、ちなみに他の方は、あ、仲間のやつは取れてないか。これいいんじゃない。で、カビゴン踊ってるやつ、あー、これいいんじゃない。こっちの方が大きく映ってる感じがする。で、ストライクが、一応これかな、大きさ的に。ポーズはね、前回の方がいいんだけど、これだとちょっと大きさがな。これにして、で、ピカチュウがすげえ電撃。あー、これどうだ、真ん中入ってるか。これかな、唯一いいとしたら。で、ガルーラが、ここまで来るとあんまり大きさがな。こんな感じ、踊ってるやつ。で、ニャースは、この顔なんだよニャース。もうちょっと大きく映ってたらな、面白かったんだけど。よし、とりあえずこの6枚だ。さてと、バタフリー、これは勝ってんじゃない？あ、でも仲間あるんだもんな、前回は。大きさは750点。これ750点か。ポーズは1000点。で、2倍。で、こっから仲間はどうだ？お、勝った。よし。2体映りたいんだよな、バタフリーのやつ。カビゴンは大きさが720点。負けてんの。ポーズは1000点。踊ってんのに1000点。いやー、これどうだろう。なんか踊りの種類でポーズの点数違ってたりとかすんのかな。で、ストライクが500点。で、おたきのポーズ勝ったよ。おたきびっつうか、一応なんか、鎌振りかざしてたけど。で、切り株ピカチュウ。
大きさは490点、ポーズはこっちまでしびれるポーズじゃ、おポーズが50点追加された。で、え、ガルーラは1000点で、面白いポーズじゃ、お、勝った。よしよし、ま、勝ったけどさ、ちょピカチュウがな、ニャース340点。おー、踊るニャースじゃなー。あ、これだったらちょっとニャース勝てるかもしんない。ちょっとさっきのところ行ってこよう。まずはカビゴンだ。ちょっと3つ目のポーズやってみる。さあ、いいね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 。で、ニャース、よし。で、まずあのポーズは来るから、ここら辺でちょっとスピード遅くするでしょ。あ、大丈夫か。お、いいね、いいいいよ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 、かわいい。ピカチュウはもういっか。この先他に取るやつあったっけ。特にないからいっか。バタフリーも結構いいの取れたと思うんだけどな、大きさ的にも。さあ、他にはバタフリー、あーあーあー、でも大きさ負けてる気がすんな。結構大きく映った気がすんだけど、ちょっとやってみる。で、カビゴンが、あー、これいいんじゃない、バタフリーも添えて。で、ニャースが、あー、これ惜しい、頭が切れてなかったらな。この顔よ。あ、でもこれいいんじゃない？あ、でも、でも正面向いてないからな。ちょっとこれいってみる？ちょっと頭切れちゃってるけど。よし、その3枚だ。さあ、バタフリーは大きさ540点、ポーズ1000点。あ、負けたね。難しいな。さあ、カビゴン、これはどうだ？大きさは630点、負けてる。ポーズは楽しいダンスじゃな。あ、3つ目のダンスがいいのか。え、もっと大きく映せるってことじゃよね。勝ったけど。あ、ニャース、これ惜しかったな。大きさは910点、ポーズは踊るニャースじゃな。勝った。ちょっとニャースとカビゴン頑張ってみよっか。よし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 、まあこの辺かな。で、ニャース、ニャース、ニャース、よしよし。で、初めから笛を吹いて、そうすれば初めの驚きのポーズはなくなるから。あー、これはどうだろう。あー、一旦笛を止めてからの方向転換とかできるのか。ちょっとこれにしてみる、でも。カミゴンはどんな感じがいいかな。前回がこれだから、もうちょっと大きく映ってるやつ。あ、これこれだな。ちょっとこれいってみるか。ちなみに他は、やっぱこっちの方がいいな、大きさ的には多分。で、ニャース、あ、これいいじゃん。ちなみに他は、微妙。これいいんじゃない、笑ってるし。じゃあこの2体、2体つか2枚いくか。さあ、カビゴン、カビゴン740点。で、楽しいダンスで真ん中に映っていく。2倍、もっと大きく映せるってことだよな、これ。でもこれで限界な気がするんだけど。さあ、ニャースは、マジか。前回切れてる方がいいの。難しいな。ダッシュエンジンがほんと楽だわ。ちょっとウィンディーとガーディー取り直そうかな。さあ、この辺か。よいしょ、よっしゃ、来た、いきなり来た。よし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 。さあ、次ガーディー、いいよ。よしよしよし、もうちょっとこっち来てくんないかな。さあ、こっちは、よし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 。これどうしよう。
あー、これどっちがいいのかな。火のことを喜んでるやつ。まあ、とりあえずこれでちょっと提出してみる。ウィンディはこれかな。で、ガーディーがどれもあんまり大きくないんだよな。で、とりあえず喜んでるやつこれにしてみるか。よし、2枚。ウィンディは多分これでいいんじゃないかな。どこも切れてなかったし、大きさは。あと10点。で、火の粉を出していて1200点。まあ、とにかく勝ったは勝ったな。これ確かウィンディ3体出るときなかったっけ。で、ガーディの方は大きさはまあまあとりあえず。ポーズは、あ、喜んでるんじゃないのか、これ。仲間が映っていて360点。ちょっとガーディ頑張ろう。ファイヤーが。さあ、来い来い。ガーディー、もう一丁。ガーディー、ウィンディーか。まあいいや、とりあえずちょっとこ、お、いいね。ウィンディーもいる。おい。まあこんなもんか。あ、おい。ついでにリザードン、お久しぶりのリザードン。火吹いてくれ、火吹いてくれ。よーし、よし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 。まあ、こんなもんかな。よーし。まあちょっとね、ガーディ3体は出なかったけど、喜んでる写真は撮れたぞ。さあ、ギャロップよ。これいいんじゃないかな。前回はこれなんだけど、見栄えはこっちの方がいい。ちょっと仲間が見えづらいけどな。それから、ブーバーのとこに、ファイヤーが一般通行。ちょっとこれ、アルバムに残しとくか。一応大きさ的にはこれか。ウィンディがちらっと映ってる。で、前回リザードンがこれだから、あ、これいいんじゃない？こっちの方がちょっと全体的に映ってる感じがする。あー、これちょっと惜しかったな。もうちょっと左に寄ってればまた正面写真みたいに映ってたけど。よし、この4枚。じゃあまずはギャロップ、大きさは680点。あー、10点負けてる。ポーズは勝ってる。で、真ん中に映っていて2倍。で、ギャロップが映っている110点。あ、後ろだもんな。難しい。多分稲垣やってる時はどの角度でもいいと思うんだよね。で、ブーバーの喧嘩800点。大きさはどうだ。負けてるな。左のブーバー映せばよかったかな。でも大きさはこっちの方がいいんじゃない。勝った、ギリギリ勝った。よし、ファイヤー一般通行の写真で、ガーディ一応喜んでるけどね。440点。800点。あ、ダメか。火の粉撒き散らしてるのがいいのか。で、仲間が映っていて、ポーズで負けてる。大きさは勝ってんのに。じゃあ火の粉撒き散らすだけでいっか。じゃあリザードン、は？欲しいの。いや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 、炎で隠れてんのか。ちょっとな、ガーディーやギャロップもただいま。この辺で止めといて。おーし、よし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 、いい感じじゃない今のは。よいしょ、来た。よーしよしよし。まあ、この辺かな。ちょっとリザードもう一回取ってみる。さあ、進んで。オッケー。で、ちょっと離れてからの、こんなもんかな。ちょっと近い、近いな。寒そう。この辺か。よーしよしよしよし。これなら文句ないでしょ、いくら大きいとでも。
ウィンディじゃないや、ガーディもあんな感じでいいんじゃないかな。ちょっと仲間がいないんだけど。ギャロップ。あー、これはちょっと負けてるかな。これ7期に入ってるかな。一応この3枚だけなんだよな。ちょっとさっきと全く一緒な気がするからこれにしてみよう。他にはガーディで、リザードンは近すぎるからこの辺かな。これなら多分大丈夫なんじゃないかな。リザードンも。さあギャロップは780点。お、イナナキ入ってる。で2倍でギャロップが映っていて260点。勝った。でもポーズ的には前回の方がいいんだよな。さあガーディは大きさ440点。でヒノコで真ん中、仲間いないけど勝った。さあリザードンはもう大きさ負けてんじゃん。こんで離れすぎなの。マジか、リザードンむずっ。Thank you.